はい、いた。さあ、今夜これでやっていきます。自己いどの今回は、バイクでここ飛び降りたらどれぐらいダメージ軽減できるのか検証だね。ということで、はい、あのデパートの屋上なんですけど、はい、人で落ちたらもう多分気絶級、いきなりライフ真っ赤になってもおかしくないような状態になると思うんですよ。バイクで飛び降りたらどれぐらいのダメージ量になるのかっていうのを検証していただければと、検証していければと思います。あかんだかんだ。なのでマクが何の乗り物にも乗ってない状態のまま屋上に行って、そのまま降りたらどうなるか一回確認をしていきます。なるほどな。ということで A さん行きましょう。後ろで拍手してたのに今行っちゃったよお前。拍手してたんだ。めっちゃ拍手したよ。なんかお前走ってたな。あ、なんかやってる , 笑ってんじゃねえかよ。さっきんだ拍手かと思ったじゃねえか。お、来た。やっぱ塀が高えな。ということで A さんちょっとこちら側に、ここです。あ、違う、外側から飛び降りようかと思ったんですけど、うん、全部塀があってこっち側からはちょっと飛び降りなさそうにないんで、はいはいはい、ちょっと変更ということで、こちらのエスカレーターと、うん、ここの黒い縦線、はい、のところの真ん中の広いエリアのところに、ここに走ってけばもう落ちるんじゃない。そうだね。で、どのぐらい減るかだよな。はい、じゃあちょっと裸でいくわ。やべえ、池谷じゃん。3、2、1、ほっ。あ、いた、走ってる、めっちゃ走ってる。走ってる、めっちゃ走ってる。まだ生きてる。ただ、ライフポイントが4分の1ぐらいに減りましたね。マジか。はい。じゃあ俺もそっち行くわ。え、見える？見えるよ、ほら。え、ちょっと待って、危な。行くよ。はい。やっぱ気合い入れていかないと。裸スタイルか。いきまーす。はい。オッケー。どう、ライフは？あ、同じだ。同じっすね。でもちょっと俺の方がない。ね、そんなことある？ほら、この荒野行動の先んとこまで俺は。俺の方が減ってる。なんでだろうな。ヘルメットの差じゃねえよなこれ。じゃあちょっとバイク探していきますか。そうだね。もう外に置いてあるもんな。ちょっとしゃがんでもっていい？ここに。こう。よし、ありがとう。おえ、俺踏み台踏み台え、ってことは俺踏み台使えないから単純にエスカレーターで下降りないと。そうだな、出てきたところを俺がスナイパーで射殺する。やめろやめろ。もうあったったねえじゃねえか。かゆくなかった。マジか。もう鳴ってる、ブーストが鳴ってるよ。うわ、いけねえ、はまった。あれ、え、おこれ、どういう状態？え、ちょっと待った。いや、ちょっと待って。また俺、変なワープ見つけてしまったかもしんね。え、うわ、見て。俺、ワープまた見つけちゃったわ、俺。うわー、びっくりした、今。よし。問題ここか。え、これもう一回ワープする可能性が高い、俺。あ、てか、普通に行っちゃったわ。いや、うまいな。単純にうまかったわ。てか俺、看板の上乗ったんだけど今。ありがとうございます。お前も一緒に乗っていくか。乗っていきます。よし。お、さあ、起きた。で、ここで降りる、はい、おお。そうすると上行けるんですよ。どっから行けんの？あ、上ご案内いたしますよ。おう、ちょっと頼むわ。お前、そんな、お前クランクマ用意すんなよ。やべ、落ちてしまった。何やってんだよ。ちょっともう一回上上がります。お前ただ走ってるだけだろな。こっちはな、壁登ろうとしたんだぞ今。オッケーオッケー、来たぞ。これ納品するの高いよこれ。すいません、ここまでの送迎高いぞ。これはどう、場所的にいいか。よし、行きます、うん。先ほどは実際に、うん、まあ、人が飛び降りた時は4分の1ぐらいまで減ったんですけど、はいはいはい、またライフポイントを全回復しました。この状態でバイクに乗った状態で降りたらどれぐらいダメージが軽減されるのかどうか検証していきたいと思います。3、2、
3、2、1、いくぞ。はい、いた。おお、どう？お、食らってない。やっぱ着地成功したからか。着地成功するんだ、そもそも。あ、やっぱちゃんと着地すれば、こんな高さでも、てかこんな高いとこから着地成功するんだ。俺の足見える？すごい見ます。なんかシンクロみたいですね。あ、マジで？おお。ほい、え、なんで当たんないお前今。お、当たった。